はい、こちらもね、出てきました。当時ね、ものすごく売れたね、コカ・コーラの、食玩おまけ付きのね、以前ね、違うタイプの方のコカ・コーラの、ドラゴンボールコレクションの方をさ、紹介させていただいたんですけど、こっちね、ドラゴンボール Z のカメハメハコレクションやったと思うんですよ。で、これね、もう二人いるんですけど、確かあと二人はね、亀仙人と何だったっけな。あれ？亀仙人とこれなんだ。いる？いた。亀仙人とね、これの悟空のね、少年期なんですよ。ほんで、またね、どっかで出てくるんで、またその時紹介させていただきますけど、今回これね、4つ出てきましたんで、これ確かね、カメハメハコレクションは、ごめんなさいね、カメハメハのタイプの方は、シークレットなかったと思うんですよ。これね、これもものすごい売れたんですよ。ただね、僕の勘違いやったかな、これのね、1つ手前の、全21種の方ね、あれが異常に売れすぎて、間違ったらごめんなさいね。このね、カメハメハの方はね、なんかみんなね、冷めてたような気がするんですよ。前も言ったと思うんですけど、これのね、以前のやつが、ものすごい売れすぎてね、コンビニ行ったらいつもないっていうね、現象が続いたんで、ほんで、ちょっと待ってくださいね。まあ、これさっき、見していきますね。で、これが、悟空ですね。で、これがね、クリリンですね。これね、すぐそばに、またね、これいっぱいダブってるんですけどね、また出てきました。多分これね、僕か、ドラゴンボールのこのね、何個も持ってるんですよ、これ。わざとね、ダブらしてるんですけど。以前ね、このタイプのやつを、これね、またこの間紹介したやつとまた違うんですよ。いや、内容一緒なんですけど、これダブリなんですよ。何個もね、僕持ってるんですよ。ほんでね、このタイプの時を紹介させていただいたんですけどね、これの時期のやつが確か21種類か22種類あるんですけど、この時ね、初めてね、確かちょっと言い間違いかもしれないですけど、ドラゴンボールがね、コカ・コーラにくっついて、コカ・コーラに対してですよ、くっついたっていうのがね、以前もあったかもしれないんですけど、もう話題性になったのはこれが一番ね、目立ってたと思うんですよ。コカ・コーラにドラゴンボールがついたみたいな。ほんで、その時にみんながね、うわー、欲しいみたいな感じで、各店舗のね、店の、ドラゴンボールのこれがね、全部ね、1回でなくなって、ほんで、お店さんの人たちが発注したら、やっぱね、多分2、3日後に来るんですよ。ほんなら、2、3日後に来ました。ほんで、みんながね、2、3日後欲しい欲しいって言ってるのに、また店に行きました。ほんなら、あ、パッとありました。ほんで、買いました。またなくなりました。ほんで、発注しました。またなくなりました。また発注しました。ほんで、その時のね、ありました。3日後。なくなりました。はい、3日後。そのね、3日後のこのね、なんていうんですかね、そういうリズムがあったんで、そのね、間の2日間がみんなね、錯覚したんですよ。あ、ひょっとしたら、なんか、こうね、入ってきたらすぐなくなり、入ってきたらすぐなくなり、入ってきたらすぐなくなり、間違ってたらごめんなさいね。確かね、そんな感じやったんですよ。で、そんなわけでもなくね、各店が、これ当時ね、そんなに売れるもんだと思わなかったと思うんですよ。各コンビニがね。で、最後の方かな。ほんならもうコンビニ各ね、大量発注したんですよ。ほんなら、ドーンとね、もうコンビニにいっぱいあって、いつ行ってもあるよ、みたいな感じにやった、ごめんなさい、なっちゃって、逆にね、新鮮味がなくなったんですよ。あ、別に急がなくてもいつでもあるじゃん、みたいなね。ほんで、それで最終的には、いろんなところの余ってるこのドラゴンボールが、まあ、売れたんですけどね。最後の方はなんかこう飽きられてしまって、実はね、さっき言ったように、みんながね、錯覚してたんですよ、ただ単に。で、次の第2弾がね、今紹介させてもらった、こちらのね、カメハメハコレクションなんですけど、
こっちの時のね、なんか大量にやった時のイメージがあって飽きてしまって、ほんでこれね、まあもちろん売れたんですよ。売れたんですけど、なんかその、こっちの時のね、いつでも在庫があるわみたいな感じで、もうね、あんまりね、急ぐほどじゃなかったみたいな感じで、そんなにね、売れてませんでした。僕の中でのね、話なんで、間違ってたらごめんなさいね。で、以前ね、これ4回目ぐらいやと思うんですけど、すでにね、ほら、今回の中でも、ちょっと待ってくださいね。これね、ほら。これね、また決してね、以前見せたやつとまた違うやつなんですよ。ものは、内容は一緒なんですよ。ただこれダブリなんですよ。以前のはもう袋の中に入れてしまってるんで、ほんでね、これも仲間ですね。ほんで、これも仲間です。ああ、ごめんなさいね。ほら、これも仲間ですね。これだから全部すべてがダブってるんですよ。この亀仙人をほら、ダブって、ほんでね、今回のこのミスターサタンね、いっぱいこれ僕アホみたいにダブらしてるんですけど、でね、よく勘違いされるのが、これがね、第1弾のさっきのね、塊のこれシークレットです。これね、見えますかね？見えます？ちょっとピントが合いにくいと思うんですけど、シークレットって書かれてるでしょ。ほんで、これが、カメハメハコレクションのこのご飯なんですけど、ほら、たまにね、これをね、ごっちゃにする人がいるんですよ。で、当時よくあったのがね、これはさっき言った、このね、ドラゴンボールのこのコレクション、フィギュアコレクションがないっていう錯覚の時は、お店さんもね、これ高値で買い取ってたんですよ、このシークレットね。うわ、ひょっとして本当にね、なくなるんじゃかもわからない。で、買い取りもね、確か間違ったらごめんなさいね。これ一つでね、裸のこの状態でも1000円とか1500円で買い取ってた時期があるんですよ。で、これが、さっき言ったみたいに、ああいう感じでね、もう、はい、最後の方はいつでもね、コンビニに行きゃ、大量にあるよ、みたいな感じになったら、フィギュア専門ショップもね、あ、シークレットでも、といえどもね、別にそんなにもう価値ないんだ思って、一挙にね、50円になってました、これ。ほんでね、これをまた錯覚する人がいるんですよ。これがね、このシークレットの時期だと思って、ほんで、僕が今言ったように、これがね、1000円から1500円でこれ単体でね、買われてた時期っていうのを知ってる人は知ってるんですよ。ほんで、そういう時期があったんで、これをね、持っていきゃ、同じようにね、もう1500円になるっていうわけのわからん錯覚した人がいるんですよ。似てるからね。違います、違います。もう、どちらにせよ、こちらもね、落ち着いた時は今言ったように、もう50円の買い取りになってたんで、そういう錯覚がいろいろあったんですよ。わかる人はね、今言ったこと僕のわかります。なんかそんな時期あったよねって。はい。こんな感じでね、今回はドラゴンボールの方を中心にね、紹介させていただきました。またね、私の動画の内容がね、いいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。